私たちは陰キャのせいでいじめられていた。私たちこのままずっといじめられるのかな。やりたい。え？見返してやりたい。ねねちゃん、いじめてきた人をさ、可愛くなって見返してやろうよ。いつのことさ、あのアイドルみたいになってさ。え？アイドル？でも。この見た目だし、どうすれば。その悩み任せなさい。え、その声はキャッ。あなた誰？私は超有名アイドルプロデューサー瀬尾凛太郎だ。君たちアイドルになりたいって言ってるから、本気か？はい、なりたいです。え、あ、はい。やる気は十分みたいだけど、ビジュアルがまだまだだね。アイドルになれるように私が特別講師を用意した。自分たちで可愛さを見つけてアイドルデビューを目指すんだ。はい。すみません。あら、いらっしゃい。私はセオリーヌよ。メイクアップアーティストなの。あなたたち超ダサいけど磨けば光りそうね。あなたたちの本気見せてちょうだい。可愛い女の子はメイクと髪型が大切。メイクアップ対決。おお、メイクアップだってさ。頑張りなさい。まずは髪型ね。制限時間1分以内でお金の風船が浮いている間にお金ボールを回収し、お金ボールを回収した分の髪型にチェンジできるわ。風船を床に落とさなければ何度跳ねさせても OK。 この風船を1回でも落としたら一発アウトよ。はい、え、じゃあそのカツラ欲しい。知らないわ。早くやりなさい。はい、よーい。もう始まってる。始まるわ。よーい、スタートよ。いきます。頑張るのよ。はい、頑張るのよ。おりゃ。あ、アウトだよ。え、待って、アウトじゃないの？あれ、この、ちょっと、アウトよ。アウトよ。アウトよ、あなたは。あなたは一発アウトなの。危ないわ。頑張りなさい。もっとよ。もっとやるのよ。ありがとう。え、何やってるの？ありがとう。何なの？ありがとう。アウトになったやつか。怖いわ。頑張りなさい。あ、なんか妨害よ。怖いわ。ダメよ。ダメだよ。ほら、行きなさい。あ、終了。終了、終了。結構入ったじゃない。個数を数えさせていただくわ。お願いします。行くわよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9。キューマネーよ。キューマネーってことはこちらね、ショートウィッグ。やったー。かっこいいわ。どうだったこと。おめでとう。やったー。いい感じだわ。いいの？じゃあまだ希望はあるわよ。ある？あなた希望、あなたにも希望がある。1,2。いや、ピンクじゃないよ。ごめん。色って関係あるのかしら。私は色について何も言ってないわ。あなたが必死に青を集めていただけよ。逆にすごくない？結構価値高いんじゃない？このマネーボール。全然だ。ないですわ。ないですわ。そんなボーナスは。薄いテールがいい。ダメよ。切れそう。そうよ。はい、ってことであなたは2個だから。はい。そもそも3つじゃない。見てください、秀樹さん。貢献しました。この人。妨害してたように見えるよ。はい、だからボサボサの1個よ、あなたは。よし、行くわよ、みんな。大変身よ。せーの、大変身。バーン。いい感じね。いい感じでしょ。うん、いい感じのボサボサ。ボブかな。これボブじゃないと思う。短い、もっとボブって短い気がするよ。ショートだ。何言ってるの、ボサボサ。あんたもボサボサないよ。私はこれちゃんと。あなたも結構ボサボサ。違うわよ、これ。逆におしゃれなの、これが。じゃあ、私もおしゃれだよ。そうだ、だからあなたもいいよ。いいじゃないですか。それじゃあ次、行くわよ。うん。はい、次はヘアアクセ対決よ。ここに書いてある、このヘアアクセね。はい。とってもらうんだけど、1人3球投げれる。当てたものの中の1つだけを獲得する。やっていきましょう。頑張る。じゃあ私からいきます。よし、よし、やってるぞ。妨害する。頑張りなさい、みんな。はぁ、お、はぁ、お、大丈夫かしら。はぁ、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 怖い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 。リボン獲得よ。やった。私の番よ。絶対妨害してる。弱そう。
お花に気を取らして他のところには投げる作戦言っていいのかしらその作戦いや頑張る頑張りなさい行きますわーわーわーちょっと大きいとこ狙うわーせーのあーわー当たりましたわーせーのあーわー当たりましたわーいやいや大きいところはいいよね当たりましたわよダメだよ行きますラストせーのあーあーリボン獲得よえ次はメイクに行くわよ行くお次はメイクよほらこちらに書いてあるわ何これ見てみなさい何これ何よこれちょっと抗議したいですなんでキラキラシールの枠がセオリーヌと一緒なのこのキラキラシールプラスセオリーヌによるフェイスペイントよこれお得よお客様ペイントみたいなそうねほら絶対今黒文字でテロップ入ったねそうね、バルはい、じゃあ行きまーすはーい怖いわ怖いやだおおハートシールよなーに怖いふんやあおあー外してますよあーダサいメガネとハートシールよダサいメガネ当たってないちょっとごめんなさいねあのサングラスがちょっと歪んでてちょっとここら辺だった気がするあ、なんでいやいやいやなんかここら辺だった気がするセオリーヌってことはねえってことはってことはセオリーヌフェイスペイントなんでんであなたよかったわねいやいや違う厳しいよねやっぱりはい次忘れてるかもしれないけど私たちはまだいいんちゃよ芋なんだから狙いは言わないわじゃあ1球目いきたいと思いますせーの、ハートシール獲得上手じゃないあなた動いてるよし行くのよはっはっあ、一緒だあ、はっはっあ、一緒だあ、はっ頑張ります怖いよせーのあ、いいここじゃんここじゃんそうだよ見てますセリフフェイント獲得よあなた目がバグってるわごめんなさい、サングラスがバグってるのハートシールはハートシールとセリンヌフェイスピンセリンヌ1個よ私たち本当にアイドルなれるなれるわ、私に任せて可愛くしてあげるわ、私が世界有名ね大有名じゃない大有名じゃない見せ問題ですよ見せ問題よいいのブッサイクにするわよやめなさいやめなさいやばいめっちゃ行くわよ、次それでは私によるメイク開始するわちょまずちょっとこのダッサいメガネ外していくのかしらわかりましたひやおお可愛らしいメガネまずね私はこのねハートをねはいアイドルになりたいのはいあ可愛い喋り方も芋っぽくなっちゃうんだけど可愛く喋る方法ないちょっと喉を閉めてうんみたいな感じあ才能あるかもしれないあなた才能あるわあ、嬉しい嬉しいやったやったあこの声でこれからアイドル活動頑張るいけるわねうんフェイスペイントしようと思ったんだけど顔が整ってるからねえいいかもしれないわね実はねなーちゃんに言ってなかったんだけど、うんうんうん、メイクの練習してメガネはかけてたんだけど本当はメイクめっちゃ好きなんだえ、何よそれ抜けるわけじゃない裏切り者ね裏切り者かわいそうあなた大丈夫ねかわいそう私あでも大丈夫私によって可愛くなるからあなたはいまずメガネはい取りなさいはい、あいいわね可愛いわあのゆめちゃんこのね右にハートつけてるからあなたは左につけるわ二人でねあそっか二人でユニット組むそう二人でユニット組むからそういうねあのシンメトリーそうねちょっと言われるなよごめん私のメイク濃すぎるばかりそうねちょっともう付け足すとこがないのよね濃すぎちゃった本当にそのあなたはつけいや任せなさい私見て有名私見て有名見てなさい私のメイク技術最近の流行りはあのほっぺたに渦巻きを描くっていうのが流行ってるそうねあいいわねはいこんな感じでこれここ重要ですほっぺたの下らへんにも渦巻きを描くっていうねうわはいこれこのアシンメトリーが大事なんですよねわかわいいかわいいこの水色を使って鼻の先端部分につけようっていうなら、わー間違えたあっあーそれも木から落ちるっていうもんねねちょっとこんな間違い超的な
マンエラーだわこれ。メイクが終わったから次はこれヘアアクセを、わー、リボンだ。あなたたちリボン獲得したでしょ。え、ありがとう。いいよ、ジムに作っていいわ。マジ？そうなの。ハサミもあるの。素敵。え、あ、いいわね、あなた。そんな発想なかった。あなたのサングラスが鏡になる。大丈夫かしら、私がやりましょう。うん、信じたんですよ、これ。できますわ。なんか…なんか…大丈夫、かわいい。あなたは、あなたもかわいいわ。はい、これでメイクとヘアアップ、はい、できましたわ。よし、やったー。次は、セオリン太郎さんがあちらで待ってるらしいわ。行ってきなさい。うん、わかった。行ける、ありがとう。またね、セオリン。頑張りなさい。セオリン太郎プロデューサー、私たち、頑張ってきました。おー、かなり頑張ってきたけど、まだまだダサいな。これが最後の試練だ。衣装はセンスが命、衣装対決。ここに入ってるね、衣装が書いてある紙を引いてもらいます。はい、はい、で、ベースとなった衣装をこちらから引いてもらって、うんうん、飾り付けが至るところにこう散りばめられてるから、それを1個ずつ持ってって装飾して、あなたたちのセンスをね。時間があるのね。3分だ。短い。頑張るしかない。スピードも大事だからな。ええ、分かったわ。よっしゃ、とりあえず。運ね。まあまあまあ、そう。もう見る。見ない、まだ見ないよ。まだ見ない。まだ見ない。二人で一緒にやろうね。はい。せーの。バイ。これ白だって。え、ゴリラ。ゴリラ。ゴリラも可愛いじゃん。もうこれ以上マイナスになることないだろ。マイナスじゃなくてゴリラも可愛いし。プラスか。そう、だしあなたのセンスによっては可愛くなるかもしれない。頑張るのよ。頑張るぞ。それでは、よーい、スタート。スタート。頑張れよ。待って待って、いっぱいあるよ。とりあえず、メイド服のレースゲットしました。私はとりあえず、このリボンをゲットしました。こうやってケープみたいにしたいと思いますね。着きました。残り2分。はいはいはい。はい、私はこのリボンをゲットしました。どうしようかな。さっきはちょっと小ボケをしてしまったので、可愛いリボンゲットしました。どうですか。黒だもん、ゲット。え、だって生えないじゃん、黒だから。大人につけるの。プリンセスのドレスだからティアラを持ってきました。残り1分。やばい。私は包帯を、やっぱリボンが大好きなので、いっぱいリボンにできたらいいな。これを貼り付けていきたいと思います。残り30秒。腰に巻きな。腰に巻きな。それじゃないの。やったー。終了だ。あ、やだ。ほら、一緒にアイドルできそうだよ。白と黒で。はい、じゃあ一人ずつ来てもらって披露してもらおう。よし。はい、入ってきて。できました。どうですか。意外に良くなった。意外にって。このポイントポイントが、このフリフリのリボンと虹色の鼻と蝶ネクタイがポイントで、あとアクセントとして、あの誰だっけ、セオリーヌなんとかっていう人がメイクしてくれたのがアクセントになってます。かわいい。はい、じゃあ次どうぞ。私はエンジェルオンエンジェル、フリフリなの。俺個人的にエンジェル好き。かわいい、いいですね。ティアラがポイント。おー、すごい、そこになんか特徴的だね。かわいくない。それではアイドルデビューだ。学校ではいじめもなくなり、二人は伝説のアイドルとなった。多分